今日の天気は、晴れ、日差しが明るくてそれだけでいいことがあったみたいにちょっと嬉しい私はまだベッドの上でぼーっとしてるもったいないって言われるかもしれないけどゆっくりとこの時間を 噛み締めるのが好きああ幸せうんと伸びをした後にふとあなたの方を見るあなたは真剣に映画を見て自分の世界に入っているあなたは 私のの視線に気づくのか時折私を見てはクスッと笑うそしてまた映画の世界へと戻るあなたはどんなジャンルの映画も好きで映画を見ると自分とは違う人生を体験できると嬉しそうに話してくれたよね。 今ソファーに座ってあなたは真顔で映画を見ている画面を見るとどうやら男性二人が真剣な話し合いをしているみたい私にはどっちがいい人でどっちが悪い人か全くわからないむしろどっちも悪い人に見える あなたは真剣になると私のお気に入りのクッションを抱え始めるその姿がたまらなくかわいいそういえば映画を作ってみたいと思ったことがあると言っていたこともあったね映画に出演する俳優ではなく作り手になりたいと思うところがとてもあなたらしい。 あなたは何気なく言ったけれど私はふと考えるあなたの作る物語の中に私はこれからもいるのかなあれ口元がほんの少しだけにやつきだしたあなたがこの顔をする時は おそらく思わず笑ってしまうような面白いシーンはっきり顔に出さない割に隠しきれない感情が出てしまっているところがちょっと変で面白いそしてそうかと思えばロマンチックなシーンに目がうっとりしてる優しい顔だね。 そんなあなたを見てたらなんだか落ち着く雨が降りそうで降らない時持ってるだけで安心して出かけられる折り畳たたみ傘みたいにあなたは私のお守りでいてくれるそうあなたがいてくれるだけで。 いつ、どの瞬間だって「私は安心をもらってるんだよね」「あなたに可愛いって言われると私は本当に可愛い気がしてあなたに面白いって笑ってもらえると同じ話を何度もしてしまうくらい面倒な私になれる」 そうやって笑ってる私は私が憧れた漫画の中のヒロインのように幸せなのあなたは作品の中の彼ううんもっとずっとかっこいいよ <laughs> だって いつもお願いする漫画のセリフもちょっとしたしぐさや声も私は胸キュンでいっぱいあ次に言ってほしいセリフはもう決まってるよ <laughs> でもね私はありがとうをどうやって返していこうかな ありがとう以上の気持ちを伝える言葉を作りたいな。仕事も変わってあげられない。特別な何かができるわけでもない。いろいろ考えてみたけど、私にできること。うん。それは、元気でいることかな。 だって私が元気でいたらあなたも元気でいてくれる気がするからだからちゃんとご飯を食べよういっぱい寝よう元気じゃない時はあなたに甘えて励まされながらまた元気な私に戻れる私を信じよう。 そうやって私は私を行ったり来たりしながら雨になり曇りになりお日様になってあなたの空という名の暮らしに天気を彩ろう変わらずにでも少しずつ変わっていく二人の暮らしがあなたを幸せにしてくれますように」。 あまり感情が表に出なくても人間らしくへこむこともあるって知ってるよそんな時は心の傷が見えない涙で染みないように絆創そをこう貼ってあげるねあ直接言うのはやめとこっかな女の子ってね 言言いたいた放題言ってるようで本当に肝心なことはうまく言えなかったりするの <laughs> まあつまりね私はいつでもあなたの味方だってことどうか覚えていてねこんなことを考えていたら見終わったみたい。 感動的なラストだったのか小さく拍手してるし目が少し潤んでる、うんはあ優しい綺麗な目大好きあなたを見てるとギュッてしてもらいたくなるなでも言わなくても。 と、あなたは抱きしめてくれる映画面白かったほらこっちに来てくれたねえねえギュってしていいうん <laughs> うんギュなんでそんなに嬉しそうなの <laughs> 映画 すごく面白かったよ、うん、でも君の方が面白いよ。<laughs> うんあのー、さあうんいつまでも愛してる。 これからもね、これからも私とあなたが作る素敵な物語を紡いでいこうね。